でかすぎって感じですけど、皆さんはどうですか？やばいよ、でかすぎ。おっちい、やったよかった。画面がね、おっちすぎる。画面がおっちい、画面が大きすぎる。いや、すごくない？すごすぎて何も言えない。お母さんに感謝ですね。そう、ジーパン履いてるの。ほら。ひなこズボン履いてん、お、見えた、ズボン履いてんじゃんって。そう、でも今日履いたの2回目、これ買って履いたの2回目、全然履いてない。今日カラコンを久しぶりに買いに行きました。なんかいつも指原さんのカラコン買ってたんですけど、今日も指原さんのカラコン買いに行こうとしたら、なんか可愛いのがあって、なんでちょっと一回ね、一回そっちもやってみようかなと思って。今日ステージっていうやつに上がりたいってたくさん、あ、壇上かな、壇上のことかな。今日カラコンを買ったのはこちら、めちゃくちゃ可愛くない？パッケージ可愛くない？低エンジンのボタンって何？これはチューズミーユーコスさんのカラコン、チューズミーっていうカラコン、多分ね新しいやつだと思う。でもさ、めちゃくちゃ可愛くて、だからこれを今からなんかいい感じにストーリーにあげようと思う。私がいつも撮ってる感じ、
えた。あ、ちなみにこの親しい友達に入れてる人はゆうなちゃん、ミッサー、ナナセしかも親しい、まあ、親しい友達使ってないんですけどね。なんかどっなんか B 公演かなんかの時に、あの B 公演の時にあのすごい変顔とかをこの親しい友達で載せてた。3人しかいなかったから、その B 公演の時に3人にしか、3人私たちの変顔をこの人たちにしか見られないようにわざわざ親しい友達を作ってやってた。面白くない？こんな感じでちょっと草じゃあこのさっき撮ったやつはいつか出せるように。そう、変顔とかいろいろやばいやつを、まあ今載せてないんですけど、うん、なんかまあ前は使ってたから。昨日 YouTube、 あ、筋トレしたんですよ。で YouTube であの韓国トレーニングっていう、韓国トレーニングっていう、あ、 YouTube で調べたらなんかレッスン場みたいなところでなんか何人かやってる、なんか音楽に合わせてやる筋トレかなのかな、わかんないですけどあって、それを昨日やりました。でもなんか途中からちょっときつくなるんでここまでって決めて、それを3回繰り返してやったのと、あ、3回だっけ ?2回?3回やって、であとはひなチャンネルさんっていう方のあのストレッチもやりました。そしたら今日お腹痛かった、筋肉痛。わがままな僕を愛してよ、朝は起こして寝てましたらすぐに出てね、気まぐれな僕のさ。っていう感じです。ちょっとこの iPad であの小屋コード頑張ってみますけど、うん、頑張ります、やってみます。ひなこちゃんが変になるのは千織さんとだけ。そうですね、千織さんとはいつもふざけちゃう。日曜日ひじり、いいな、ひじりに会うの、なんだろう、イベントかな。でもあれだね、 iPad ってさ充電減るの早いのかな。え？ああ。え？え？あ、これあれだ。ちゃんとした。ちゃんとした。今日もすっぴんだにゃ。ちゃんとした充電器じゃないと充電できないやつだこれ。ウケーす。でもね、この中に入ってた、さっき。これだ。
チュー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 ルチュールチュールチュール、おい、多分ねこれなんだよね。そう、届いた。コンセントがな。後で充電しよう。私が使ってた iPad はこれなので、あの多分これ結構前なんですよ。とんでもなく結構前だよね多分これ。 iPad に、ね、興味がなかったから。でも最近はこういうことをし始めてからあれだね。これ嬉しい。ショールームでこういうコードのあれもダメかもしれない。あん、これはね、いや、あのエリちゃん、エリちゃんみたいに使わないです。なんか使わない。私はいつもこうやってやる。いつもはね、大体はこれ、こうやってやる。あーうーってなる。なんか負けるとどこに投げてる。でもちょっと、あーうーうーうーってなるんですよね。わかりますかねこの気持ち。そういうデザイン。今ね集中してないから全然勝てない。なんかちょっと、ちょっと戻ろう。これつまらんくなった。なんか私の荒野行動の配置は、配置とか言っちゃっていいのかな、見せない方がいいかなみんなが強くなっちゃった。私の配置は、やっぱ見せんとこ。いやでも嬉しい、届いて。星もらえるのって制限ある？え、わかんない、どうなんだろう。
ジーパン。あ、お母さん。ということで、このカラコン可愛いからちょっと早くつけたい。どんな感じになるか気になるから早くつけたい。色はカラコン最近つけてなくて、全然ピーチブラウンだからちょっと買ってみた。なのでちょっともうじゃあそろそろ終わりたいと思います。あれの入れなかった。それではランキングを読みます。惜しかったよね。あれの17位だよ。13位ピンクカメオさん、ありがとうございます。12位トップジさん、ありがとうございます。11位ゆきまる2、ありがとうございます。10位ゆめこぶちゃとマーク、うだといださん、ありがとうございます。9位くましろさん、ありがとうございます。8位メシシさん、ありがとうございます。7位香港編のアットマーク、ひなこちゃん、髪を調べチョリーを尊敬するさん、ありがとうございます。6位 W ワットマークひなこしさん、ありがとうございます。5位くじいらさん、ありがとうございます。4位峰松さん、ありがとうございます。3位あやか、ありがとうございます。2位、ゆきたん、ありがとうございます。そして1位は元気くんでした。元気くん、ありがとうございます。イエーイ、頑張った頑張った。17位。それでは今日の配信も見に来てくださってありがとうございました。気分ワクワクです。それではまたどこかでお会いしましょう。バイバーイ。